ありがとうございました。あなたの心の高垣義輝が本名ですけども、それを省略すると高と義で高欄になります。大事学です。ということで、こちら今日は肥後一宮高欄神社に来ております。今日から高欄大社ここが奥宮で、山の、まあ、奥の方にあります。山頂じゃなくて山ちょっと下ったところにあるんですけど、毘沙門谷という何商人やったっけが仏教を持ち込んだ時に建てたって言われてるとこがあるんですよ。それとその、まあ、高欄大社の奥の宮とか一緒になってるという。奥の院、まあ、高野山なんかではよく奥の院って言いますけど、奥の院と奥の宮がちょっとかぶってる感じで、山登って方々もこう綺麗な水が、湧き水があるんで、それを求めて来られますね。はい、こちらの御祭神は三柱、三柱、ここで出しておきます。八幡大神、八幡の狼と、甲羅、あんま言わんところか。まあ、こちら、越後の方は、越後じゃない、筑後。さっきから越後出た。それは指摘されてやろう、筑後な。筑後の方はあの、まあ、川があって、結構この辺神社集中してるっていうのもあるんですけど、まあ、九州でもいやいや上の中腹ぐらいのとこ、まあ、今日は風きついけど、まあ、天気が良くてすごい爽やかです。若いね、ここなんかね、お社じゃなくてろうそく立てて線香っていう感じなんで、ちょっとなんか不思議な感じしましたけど、やっぱり神仏融合の名残が、まあ、そのまま残ってるという感じですね。まあ、九州も、まあ、ちょっと前に台風来たりなんやかんやで倒木とかいっぱいしてちょっと大変ですけども、今もう関東の方が大変なんで、そっちの早いことのね復旧というか、ちゃんとした元通りの姿になることを願いつつ、奥の宮の方に来ました。はい、それでは高欄神社でした。高垣義輝の高と義輝とって高欄、高欄大社な。さっきから間違いまくってるけど。どうも、画伯です。今年は台風の数も少なめでしたが、今頃になってドカンと押し寄せてくるのはやめてほしいものですね。猛烈ななんていう表現されてもピンとこないのは皆様同じではないでしょうか。わお、猛烈ってマスプロアンテナの CM かよ、なんてことを連想したりするのは画伯より少し年配の方々でしょうしね。いや、誰もしませんよ。実家で台風の被害に遭った時でも非常に強いという台風でしたので、それ以上ということなんでしょうね。そんなものが来たらひとたまりもない。自然の脅威には人間は勝てませんのです。そして小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけた。秋の気配も漂い始めて、画伯にはよく似合う季節が訪れたと感じる今日この頃。小さい秋とは一体何なのでしょうか。晩夏から初秋の変わり目の微妙な季節を表現して、同時に夏の厳しさから過ごしやすい秋に移る開放感と、
厳しい冬の到来をも思わせる秀逸な表現だとどこかの誰かが書いている。おっと、なんという画伯らしからぬ言葉。さあ皆様はどんな秋をかみしめていらっしゃいますか。少しおセンチな画伯はここまでにして、今回もこの甲羅大社についての言われを画伯流に画伯の言葉で解釈してまいりましょう。甲羅大社の創建は仁徳天皇55年または78年鎮座利中天皇元年と伝えられる。社殿は国の重要文化財に指定されており、神社建築としては九州最大級の大きさなのです。そして甲羅大社自体が明神大社、筑後国一宮であるほかに、本殿に合祀されている豊姫神社が明神大社で、御祭神は名前の通り豊玉姫、境外末社の伊勢天照御親神社が式内勝者で、伊勢の高大神宮からの分祀、御祭神は天照大神、馬清水神社が筑後国総社であるとされていて、こちらの御祭神は水葉の目の御事です。サクッと御祭神の話に移っているんですが、この甲羅大社の御祭神が謎多き神であるので、その前振りにいろいろと混ぜてきましたのよ。さあその謎多き御祭神の名は甲羅玉垂れの御事。危機には登場しないので当然初耳の方も多いでしょう。朝廷から小一位を賜っているのに、正体が誰であるかは古くから論争があり、竹之内の宿根説、唐の音戸説、物の部の親神説、彦穂穂出美の御事説、見沼の君の親神説、渡積の神説、姫こその神説、慶光天皇説、雨の間一つの神説、神羅の神説、高麗の神説など諸説があるんだが、多すぎて何が何だかわからんのですたい。しかしここで不思議なことを耳にしました。甲羅玉垂れの御事が埼玉の神社である駒形神社の御祭神としてただ存在しているとか、しかも一緒に祀られているのは八幡神である本田分けの御事、沖永たらし姫の御事なんだとか、ここでふっと思い出したのが宇佐神宮、御祭神に姫狼様がいらしたでしょう。これに似ているなと感じたのですよ。だから説の中にある姫こその神説にスポットを当てることにしました。甲羅山では姫こその神を玉垂れの御事と言い、福岡県の甲羅峰では甲羅の神という。ちなみに甲羅神社の御祭神は唐国沖永大姫大目の御事、押し骨の御事、豊姫の御事。ここもかなり謎めいているのでさらっと流して、姫こそ神社の主祭神は仕立てる姫なのだ。このことを参考に考慮して分析すると、気にかかるのは女神だという共通点、ひょっとすると豊玉姫なのかもしれませんね。渡積の神説もあるし、濃厚な部分でもあります。画伯の直感でものを言うと竜、竜であってその一族につながる説がある。全部つながっているんだと感じるのですよ。これはあくまで感覚なので正論ではありませんが、龍が導いてくれる感覚は調べ物をしていて感じるのですよ。一概に万事が全て自分に有益になるという、そういった都合の良いことはないと思いますが、何にしろ自分の糧にはなっており、それを乗り越えたり吸収したりして今の自分があるのだと思っております。この御祭神についてのたくさんの説も、いろんな人がいろんな目線で考えて、そして研鑽し続けた結果であって、ですから私には簡単には否定できません。それぞれ面白い、面白い、
そういうふうに解釈して自分の中に取り込んで、さらに考えて感じて、その先自分が目にするものは何なのかというワクワクする気持ちでもって、このロマンを追い求めていく、それが醍醐味だと思っておりますです。特にこの中でも気になる説が、雨の間一つの神説。この神様は固めの竜なんだそうです。伊達政宗みたいですが違いますよ。ですから、ですから画伯は思い立ったら吉日で、この解説を書き込んでいる翌日、明日なんですが、多度大社という三重県の神社の別宮に天の間一つの神を祀っていて、たまたま近くを通るので寄って参ってきたいと思います。あー、ワクワクすっぞ、一丁行ってみっか。どこの偽孫悟空なのかと思いましたが、名前に惹かれる神様は三日星の加賀瀬尾以来なんですよね。なんというか、心からそっくりそのまま持っていかれる感覚、久しぶりにゾクゾクしておりますよ。今月9月末には壱岐対馬の旅も待っていて、体を大切にしながら伺おうと思っております。まだまだ修練を積み重ねていくためにも、やらないといけないことがたくさんありますが、丁寧に一つずつ挑んでまいりますよ。そんな感じで話が脱線しておりますが、この高羅大社にももう一度行こうと思っていますよ。いつになるか分かりませんが、必ずね。ということで、今回はこの辺で終わりとしますね。ちょっとずつな。近代科学の利、車というもので奥宮まで来れるなんてないですけど、大したことあるかな。ダメですよ。まあ、ちょっと地元に歩いた方がいいね。あと、もうあるで。もうすぐパキッと折れた。高羅大社へのアクセスは、車なら九州縦貫自動車道久留米インターチェンジから約10分、
電車なら JR 九州九大本線久留米大学前駅下車、タクシーで約15分、徒歩なら約50分。久留米駅下車の場合は西鉄バスで1番または8番系統、親愛女学院行き三井町経由に乗車し、三井町下車、タクシーで約10分、徒歩なら約20分。西日本鉄道、西鉄久留米駅下車、西鉄バスで1番または8番系統、親愛女学院行き三井町経由に乗車し、三井町下車、タクシーで約10分、徒歩なら約20分。謎多き神甲羅玉垂れの御事とは一体何なのか。数ある説の中であなた自身が感じ取ったその正体は、あなたが探し求めていた真実の神なのかもしれない。そんな甲羅大社に皆様ぜひ一度お参りください。ということで甲羅大社行ってまいりました。こちら甲羅大社は、登山をされて登るのが正式な参拝となっておるみたいですけども、まあ一概に私みたいに今足悪いでじゃないですか、悪い方とかもおられますし、車はね展望台、本社の方まで直通で行けます。そして展望台の階段あるんですけども、そこも、こうガーッと乗ってリフトみたいな感じで上がれるようなことにもなっておりますんで、ご安心くださいませ。そして奥の宮の方にも車で手前まで行けます。甲羅大社ね行ってみたいって方たくさんおられるみたいで、ぜひとも行っていただきたいです。神仏集合の名残があることシリーズ今ずっと続いておりますけども、わざと続かしているわけではございませんので、こちら一度行かれてみてはどうかと思います。で甲羅玉垂れのね御事が謎の神様ということで、いろいろ調べておりまして、埼玉県の方の駒形神社三社にも甲羅玉垂れの御事がお祭りになられているということで、なんでかなっていう感じですよね。ロマンに満ち溢れている謎でございますんで、皆様独自にまたね調べていっていただいて、あこうやったんかみたいなことはねあればね、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。ということで甲羅大社でした。この動画いいと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。よろしければベルマークの通知登録もお願いします。それでは皆様次回の一旅でお会いしましょう。アディオスアミゴー。すべてに意味があるはずさ。世界に素晴らしいことが待ってる。何度くじけそうになっても僕らの未来は歩き出す。僕らの未来は歩き出す。